日本プロサッカー選手会、ジュファ、で副会長を務める J1 アルビレックス新潟の DF 早川文也、29、が11日、新潟の選手会長である MF 高木義郎、30、ご当地応援選手、県北エリア担当、の MF 松田栄太郎、21、と共に高橋邦義、63、村上市長を表敬訪問。昨年8月の大雨災害での被災者をサポートするため、ジュファが実施したチャリティーオークション、22年9月26日、同12月18日、での収益の一部を災害義援金として寄付した。昨年、災害ボランティアにも参加した早川は、このような形で活動できて嬉しい。試合や再開した練習見学から勇気を与えられるよう、チームとしても引き続き頑張っていきたい。高橋市長は大きな力をいただいた。まだ仮設住宅で生活している方もいる。復旧、復興、一刻も早く生活再建に取り組みたいと話した。